こんにちはレトスノーノです3月6日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます一方はこれで十分だと考えるがもう一方はまだ足りないかもしれないと考えるそうしたいわば紙一枚の差が大きな成果の違いを生むこれはパナソニックの創業者である松下幸之助さんの言葉です人は3種類に分けることができると思います1つ目が仕事で疲れたし今日の勉強はこれぐらいでいいか と思って計画した内容すすらできないい人がいま二つ目は今日の計画は終わったしとりあえずこれで十分だと思って余った時間を他のことに使う人がいます三つ目が今日の計画は終わったけどまだ時間があるからあとちょっと頑張ろうと思って計画を前倒しして勉強する人がいます実はこの三者にはそれぞれに大きな差があります例えば 1>, 1日10問勉強する計画を立てて、1の人は毎日8問しか勉強しない。2の人は毎日計画通り10問勉強する。3の人は計画プラスアルファ2問、つまり毎日12問勉強する。1日だけで見れば差は2問ですが、これが試験日までの7ヶ月、約210日ですね。で、考えると420問も差が出るわけです。1と3を比べたら、 840問も差が出ます。1日1日が本当に勝負なんです。私自身も受験生だった時は毎日計画以上の勉強をしていました。それは落ちてしまったらどうしよう、落ちないためにもう少し勉強しようという気持ちから計画以上のことを勉強していました。寝る前に今日1日を振り返ってみて、よく頑張ったと言える1日にしていきましょう。それでは3問に入ります。相続による所有権移転登記を申請する場合には、 申請情報と合わせて、非相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、ツですね。まず、登記識別情報って知っていますでしょうかえ登記義務者を確認するための、ま、紙なんですね。昔は権利証と呼ばれていました。 登記、まあ、義務者って、まあ、これ誰なのかという話になるんですけどもこれもちょっと説明していると長くなりますのでえちょっと今回、えー、省略させていただきますあの個別指導の受講者さんでわからない方は質問していただければ解説させていただきますえ売買だった場合売り主が登記識別情報の紙を持ってるんですねでそれを登記所に提出しますで売買のように登記を売り主と買い主共同で行う場合っていうのはこの登記識別情報が必要なんですね でも、相続の場合っていうのは不要なんですよ。だから、今回の問題、非相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。まあ、これ提出しなければならないっていうことなんですけども、これは罰だということですね。じゃあ、なぜ相続の場合は登記識別情報が不要なのか。これをちょっと考えてみましょう。なぜならですね、登記義務者である非相続人、まあ、この方死亡した方ですよね。この方は死亡しているので、 登期識別情報、どこに保存しているかわからないんですよね。だから、相続の場合っていうのは、登期識別情報が不要となっております。まあ、このように理解すると、どんどん頭に入ってくると思います。また、忘れにくくなるんですよね。まあ、今回は、理由をね、解説させていただいたんですけども、市販の解説書だったりとか、あと、過去問の解説とかですよね、には、ここまで載っていないと思うんですよ。 なので、レトスの個別指導の自さん以外の方っていうのはもうどんどん調べていきましょう。このメルマガだけでは量としては少ないんですね。1日3本しか勉強できないので全然少ないんですよ。また、このメルマガっていうのはあくまでも理解学習の第一歩なんですよね。で、重要な部分まではお伝えしていません。なので調べるのが面倒という方、また理解学習をして絶対合格したいという方は個別指導をご利用ください。個別指導ではわからない部分は無制限で質問を受け付けています。 またえ、返信も他社よりも全然早いです。他社だと聞いた話だともう2、3日とか長いと1週間返信返ってこないっていうところもあるらしいです。まあ、これはね、あの、私が実際に受講したというよりも、弊社の個別指導の受講者さんがえ言っていた内容なんですけども、やっぱ遅いんですよね。で、弊社は他社さんよりも早いので、その点もお客さんにとってはメリットじゃないのかなと思います。え個別指導の詳細っていうのは動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。 で、問いにですね、宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について、A は分譲の代理をえ他の宅建業者 B に依頼した。B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、A は案内所の届け出をしなくてもよい。丸かツかという問題です。えー、A は案内所の届け出は不要ですね。A っていうのは案内所を設置してないですよね。この問題文見ると。案内所を設置しているのは B ですよね。 なので A は案内所の届け出は不要なので丸だということですね。案内所の届け出が必要なのは案内所を設置する宅建業者です。つまり本問では B のみ案内所の届け出が必要です。案内所を設置していない売り主 A は届け出が不要です。意外と間違えやすい部分なので注意しましょう。で、問三国土利用計画法です。A が所有する市街化区域内の面積2000平米の土地を B に売却する契約を A と B の売買契約の代理人である C が締結した。この場合、C は C 名義で事後届を行う必要がある。丸かツかという問題ですね。で、答えはツです。市街化区域内の土地の売買をする場合、まあ、2000平米以上の場合が届け出対象ですよね。 従って、事後届では必要なんですけれども、誰が事後届出をしなければならないのか。これは、権利取得者なんですね。つまり、飼い主です。で、今回問題文では、飼い主は B さんですよね。A が B に売却するってことは、B さんが飼い主。で、C が代理人なんですよね。で、この場合っていうのは代理人じゃなくて、飼い主である B さんが事後届出を行わなければならないです。従って、答えはツだということなんですね。 で、個別指導では、つなげる学習ということで、効率的な学習ができるように、その他のポイントも一緒にお伝えをしております。まあ、こういったね、一つの問題から一つのポイントだけ頭に入れるっていうのはすごく非効率なんですよ。やっぱり一つの問題から複数の部分頭に入れていくってことをやっていくと、関連知識まで一緒に頭に入っていきますよね。一つのことをやって複数のことを一緒に頭に入れていく。まあ、これが効率的な勉強法の一つなので、 こういったことを個別指導では行っております。なんで気になる方は動画の下の概要欄から個別指導の URL クリックしていただいて概要を見ていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオノでした。